どうも、はい、中本と申します。はい、今日はですね、タイトルにもある通り、ちょっと哲学っぽいことを話していこうかなと思います。自分には似合わず、はい、ちょっとね、まあ、こういうこと話したいなと思ったことが一つできたので、思ったことがあるので話していこうと思います。なんで僕は高い服を着るのか、まあ、なぜ人は高い服を着るのかというところに関してお話していければなと思います。なぜ高い服を着るのか、難しい話ですよね。まあ、端的に僕が結論からお話しすると、僕の場合はまあ完全に自己満ですね。はい、自己満で、高い服を着てます、正直。はい、まあ、皆さんの中でシャツって 3,4 千円ぐらいで買えるじゃんみたいな、ユニクロとかファストファッションのところで買えるじゃんっていうのを、まあ、僕は1万円2万円って出したりとか、まあ、僕だけじゃなくて服が好きな方、このチャンネルを見てくださってる方でも多いと思うんですけれども、まあね、そういうシャツに1万2万3万ってかける方、ニットにいや1万以下で全然買えるよっていうのに 4,5 万出す方、6万出す方、はたまた10万とか、アウトだったら20万枚出すよみたいな方、そういう種類に僕はいると思ってます。はい、僕は、そういう服にお金をすごい使ってしまう人種だと思っております。はい、自覚はあります。はい、購入品動画とか買い物動画とかあるじゃないですか。まあ、あれを見ていただければ分かる通り、結構買ってるんですよ僕って。はい、結構買ってるんですよ本当に。消費は美徳じゃないけど、めちゃめちゃ消費してるんですよね。で、まあ、服を買っている、服とか、まあ、服飾品、アクセサリーだったりっていうのを買ってます僕は。はい、僕なんでそういうことするんだろうっていう、はい、ところなんですけれども、これに関しては自己満以外に話していくとすると、まあ、僕服が好きなんですよね。服とか服飾品が好きなんですよ、アクセサリーとか服が。だからこそ買っているっていうのが本当それで結論っていう感じになっちゃうんですけど、はい。まあ、じゃあそれに対して僕よくコメントとかで、よくなんでそんな高い服着るのとか、ユニクロでよくないとか、無印でよくないとか、ザラで似たようなデザインで安いのあるじゃんっていうコメントをめちゃめちゃ見てたんですよ。まあ、なんか、まあ、よく言われることがあって、人に会う時に聞かれてたんですよね。服に全然興味ないよって方から、なんでそんなに着るのとか言われた時に、まあ、僕は、まあ、服好きだからとしか答えられないんですよね。本当それしかないですし、で、まあ、それって何でもそうなんですよ。別に服じゃなくて、一番わかりやすいのは絵画なんですよね。芸術品とか絵画は、同じ素材を使ってたりするのにもかかわらず、まあ、その人の手法だったりとか、そのバックボーンにあるデザイナー、アーティストの方のバックボーンとか話とか、その絵ができたまで、その芸術品ができたまでの、まあ、工程とか、そういうのを含めて、すべての価値として、まあ、お金が、値段が高い値段がね、ついていて、それに納得して買うわけじゃないですか。それと一緒なんですよね。食器とかもそうじゃないですか。なんか似たような感じで素材が違うって言っても、そんなに素材の差もないのに、めちゃめちゃ高いのとめちゃめちゃ安いのがあるデザインがいたのでっていう時でも、まあ、そこに違うのって、まあ、その高いのに対して、その値段を払う価値があるって判断している、まあ、消費者側、僕たち側の判断があるから、成り立ってるわけじゃないですか。別にそこに対して、なんて言うんでしょうね、見栄を張りたいとかモテたいとかっていうのは一切ないんですよね。本当にないですね、なんか結構多分最初服に入るとき、僕は全然違ったんですけど、おしゃれに目覚め始めた理由が、最初はモテたかったからとかって結構聞くんですよ。でもモテたかったっていうのももちろん僕は一つ大きな理由としてあると思うんですけれども、じゃあそのモテたかったでファッションに目覚めた人、多分視聴者の方でもいると思うんですけれども、ちょっと思い出してみてください。というか今考えてみてください。今モテたいと思ってます？今モテたいなと思って服買ってます？買ってなくないですか？僕買ってないと思うんですよね。僕も周りに、いやモテてえからみたいなとか、女受け女子受けよくしたいからみたいな感じで服を買い始めてる人結構いるんですけど、まあ、その人たちが今どうなったかっていうと、まだその女子受けみたいな流行りのものだけ追ってればいいみたいな感じの服装してるかっていうと、そうではなくて、もう結構その自分の好きなブランドが、僕みたいなね、25なんですけど、25ぐらいの年齢になると、もう好きな服が確立されてきていて、その好きなブランド、好きな系統が確立されてきていて、まあ、ただこういうファッションもするよねみたいな感じで、もう自分の系統とかそういうのを考えた上で買ってる人が多いんですよね、服を。まあでも年も年なんで、まあそうですよねって感じにもなりますし、まあ、僕もずっとその友達とか知り合いとかと一緒にいるから、まあ、君はそうだよねみたいな、お前はそうだよねみたいな感じのスタイルにもなってきてるんですよね。でその人たちが今モテたいかと思っていたら、じゃあモテたいと思ってるとしますよ。ただモテたいと思ってたとしても、そのモテたいっていう感情と、その服が好き、その服装にそれが寄ってくるかっていうのは多分関係ないんですよね。服装でモテるっていう感情がないんですよ。そのファッションでモテるっていうのがなくて、なんていうの、伝わるかな伝わってるか分かんないんですけど、モテたいっ
ていうのはね、すごくいい感情だと思うんですよ。衝撃、衝動としてすごいいい衝動だと思うんですよ。モテたいから服好きになったりとか、モテたいから髪型変える、モテたいから何かを変えるっていう行動に移れると思うんで、モテたいっていう感情はいいと思うんですけど、そのモテたいってなんかいつの間にか僕はなくなってると思うんですよね。消えてる感情だと思っていて、僕も1ミリも思ったことないですね。服装でモテるなんて格好してなかったですし、はい、ギャルソンとか大学とか幼児とか来た時ってギャルソン幼児の服が例えばそのコンサバ系とか普通の女子大学生女子みたいな方々に全然バカにしてるわけじゃないんですよ。受けるかって言ったら受けないですよ絶対に受けない、モテない。その服装でモテるかって言ったらモテない。別に別の部分だったらモテるかもしれないですよ。その人柄がいいとか話がうまいかっこいいみたいなところで人間はモテるかもしれないけど、そのギャルソンの服を着ているからっていう点はプラスになるかって言ったらプラスにはならない、多分その人たちからしたら、うん、じゃあそういう大学生、一般的な大学生女子からは受けない、まあ、マス受けはしないと思うんですよね。だからそういう、なんて言うんでしょうね、モテたいから入ってなんかモテたいのみたいなのはないと思うんですよね。どこに行きたいのとかにもよく言われるんですけど、別にどこに行きたいとかないんだけどみたいな感じなんですよ。僕からしたら別に参考にしてる芸能人とかなんちゃらとかもいないんですよ。別にコーディネート組むときにとか、自分がしたい格好をこうしたらかっこいいんじゃないかなと思ってしてるだけなんで、でこういう服とかを見て、なんか高い服とかも別に見て、あかっこいいなと思って、これいくらぐらいするんだろうつって、あこれは払えるかな払えないかなって、価値が合ってるかな、自分の中で払えるかな払えないかなっていうところで判断してるんですよね。単純にパッて見てチラッて値段だけ見てパッていうのを繰り返してるとやっぱり面白くないというか、なんかそんな風に思っちゃうんですよね。僕はなんか僕3軸ぐらいあると思ってて、面白くないものが、まあ、高い安いだけ値段で見ちゃうっていうのと、モテるモテないっていう、そのモテるモテないだけで見ちゃうっていうのと、まあ、あと素材とか、まあその品質だけで見ちゃうっていう、そのね3つの軸でね、今結構面白くないんじゃないかなっていう見方があって、まあ、高い安いっていうのは現実的な問題として確かなんですけど、この今挙げた3つっていうのは、高い安い、モテるモテない、まあ、チープかチープじゃないかっていうこの3つの視点に関しては全然いいと思うんですよ。この3つの軸って全然いいと思うんですけど、ただこの1点だけでしか見ない人っていうのは結構多いと思うんですよね。例えば素材が良くない悪いっていうのは、これは3万円するのにただのコットンだっつって、絶対普通のコットンだって、工場も全然普通のところだみたいな、いやこれは絶対に、これも価値に絶対に合ってないっていうのが素材だけで見る人で、モテるモテないで見る人っていうのは、いやこれはモテない、もう流行じゃないから絶対にモテない、これはもう本当に女子受け絶対にしないっていうので買わない人で、あとは、高い安いで買うっていうのは、まあもうこれは高い、絶対高い、絶対高い、無理っていうのと、もうシャツには2000円までしかかけない、もう絶対買わないっていうのが、この3軸があると思うんですよね。僕はこの3軸が面白くなくしちゃってるかなって個人的には思っていて、でこれがね全部で評価してる人は結構いいと思うんですよ。俯瞰的に見てほしいなと僕は常々思っていて、なんて言うんでしょう、このこういう視野で見ないでほしいんですよね。こういう広げてほしいなっていう風に僕はずっと思っていて、なんか何かをディスったりとか、まあ、褒めたりする時もやっぱ俯瞰的に見てほしいなと思うんですよね。まあ、何人でもそうだと思うんですけど、いいと思うんですよね。まあ、モテるモテないで言っても、まあ、モテないけど、まあ、これだけかっこよさそうな服があるからなっつって、なんかこれだけ確かにデザイナーのバックボーンもあって、こういう歴史があって、この人はこういうことをしてきた人だから、こういう服を出して、まあね、こういう服になるんだろうなっつって、でもそのなんかバックボーンかっこいいなとか、それに対する対価って払い、僕は払いたいなって思うところから、まあ、しかもデザインもかっこいいしなっていうところで買ってもらったりという、いろんな買い方があるんですよね。なんか総合的判断で物事って判断されると思うんで、そういうところをね、なんか、うん、ちょっと見ていけたらなって思いますね。僕も含めて、うん、なんかいろんな方々から言われるんですよ。別にコメントだけじゃなくて、すごい日常的に僕は結構そういうこと言われることが多くて、まあ、別にダサいだとかなんだとかは言われないんですけど、なんかその服そんなに買って、そんなに高いのもよく買うよねみたいないうこと言われるんですけど、まあ、うん、別に好きなものを買うのって当たり前じゃないですか、うん、それが別にあなただったら、家電かもしれないしみたいな、高い炊飯器とか冷蔵庫とか買うかもしれないし、僕は全然そういうの買わない、逆に言うと。じゃあ家賃にすごいお金かける人、じゃあ家賃給料20万だけど13万とか済みますみたいな、まあちょっと難しいですけどね今だと、まあでも13万とか済みますみたいな、僕はもう全然そんな、全然家賃なんかもう本当に安いとこでいいし、別に家の広さめちゃめちゃ広いとこがいいっていうわけでもないし、めちゃめちゃ綺麗なところがいいっていうわけでもないです。だからその代わり服だけは買わせてくれっていう感じで、僕は自分の中で、まあお金ね、自分のできる範囲のお金でやりくりしているっていう話であって、すごくだらだら長々と話してしまいましたけど、はい、まあ僕が何言いたかったかっていうと、まあなんで高い服着るんだとか、まあ、っていうのは別に言われても全然いいですし、そういうことを言う人の気持ちも全然わかりますと。ただやはり、まあ、僕たち、まあ、僕含め視聴者の方々もそうですけど、やっぱ服が好きだから単純に買ってるだけなんだよっていうのを
まあ、分かってもらえればなと思って、まあ、で僕よく聞かれてたんですよ、コメントとかでも、なんで高い服とかやっぱり聞かれてたんで、なんか高い服しか紹介しないじゃないですか、あんまり比較的に高い安い服はあんまり紹介しないので、なんでそんなに高い服しか買わないの、高い服しか紹介しないのつって、まあ参考にならないことも確かに多いかもしれないんですよ。まあ、だからね、そうなんでそういうのかっていうと、まあこういうバックボーンがあって、僕はこういうことを思ってるんだよっていうことを今日ちょっと話してきたらなと思ってお話ししました。はい。まあ本当にね、なんて言うんでしょうね、何かをディスってるとか、なんかこれは反抗とか抗議とかそういうわけではなくて、もう僕が思ってること言っただけです、本当に。はい。好きだから買ってる、自己満だよっていうところで。まあ、いろんな人って価値観があるわけじゃないですか。服が好きだから服に金かけてるだけだよっていうところで、服が好きだから、デザイナーズの服が好きだから、デザイナーズの、まあ、その魂とかバックボーンとかそういうところが好きだからですね。別に同じコットンでちょっとデザインが違うだけでも、そのちょっとしたデザインに惹かれて買ったりしている、そのバックボーンに惹かれて買っている、その歴史に惹かれて買っているというだけの話なんで、はい。まあね、たまにはこういう動画撮ってみるのもいいかなと思って今回撮ってみました。ファッションって結構攻撃的な人が多いんですよね、周りにも。そうなんですけど、いやあれは絶対にダサい、これは絶対にかっこいいみたいな、もうこうバーンって人がめっちゃ多いんですよだからこそ、まあね、そういう人も全然僕は好きなんですよ。なんかそういう分かりやすい人もすごい好きなんですけど、お前はそういうの好きなんだ、俺はこういうの好きなんだけどね、うん、で終わってくれれば僕はいいかなっていう思うって感じですね。何事も平和が一番ですね。はい、どうも中間です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。